早速、日曜の新作紹介をしていこうと思います。はい、はい、1点目がですね、はい、商品名がバックリボンニットプルオーバー、品番が C の5641 でございます。はい、お色がぐーちゃんが着てくれてるグレイッシュパープル、はいはい、そして手に持ってるブラック、はい、そして私みーちゃんが着ておりますベージュの3色展開になっております。お値段いきます。じゃじゃん、2890円。イエーイ。でこちらが10月3日日曜日朝10時発売で、10月4日月曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。ではグーちゃんポイントお願いします。はい、これはですね、バックスタイルがなんといっても可愛いアイテムとなっております。うん、バックにね、こういうちょっと華奢なリボンがついております。うん、なのでレイヤードとかに、本当にレイヤードした時に下から見えるこのロンティーやったりとか、みーちゃんみたいに全部インしてもらっても可愛いんですけれども、なんとかバンって、なんて言ってくださいね、言葉が出てこない、ね、なんでもっていうか、後ろ姿がとても可愛いアイテムになっております。はい、丈がね、クロップド丈ぐらいの丈感なので、インでもアウトでもしやすくて、かつ私みたいにこんなにレイヤードしていただいてもすごい着やすいですし、なんか生地感はワッフルな感じがします。若干ワッフルな感じがしておりまして、本当に1枚で着映えするアイテムかなと思います。手のところはね、ちょっと太リブな感じで、首元もちょっとね、ここは切り替えがリブになっております。で、そんなに空きすぎず苦しすぎない、首元の空き具合なので、顔つりとかもいいと思いますし、なんといっても空張りがすごい可愛いです。ね、可愛いよね。なんかちょっとくすんでいる感じ、ベージュパープルとかもパープル感そんなにきつくないので、なんかちょっとパープル着たいけど、なんか挑戦できないなって方は、このカラーすごく合わせやすいと思うので、よかったら挑戦してみてください。はい、ありがとうございます。お口聞き逃しちゃったっていう方いらっしゃるんですが、ライブの最後で言うのと、あとストーリーズでも流れると思うので、よかったら最後までライブ見てください。はい、ありがとうございます。短いだけ低身長にありがたい。そうですよね。なんかインだったらすごい足がね、足長効果抜群かなと思います。そう、今スクエアタンクの中に来て、今インしてこれアウトしてるんですけど、めっちゃそんなヒールがある靴履いてないんですけど、足が長く見えるような気がします。はい、首の詰まり具合もいい感じ。いい感じですよね。程よいですよ。程よい感じがします。最近短め丈のトップスちらほらありますね。レイヤードやスカート合わせに使いやすそう。使いやすいですね。やっぱりロングはロングでね、それもめちゃくちゃ魅力的。今回の2点目に紹介するやつもすごい魅力的なんですけど、やっぱりこう足長効果やったりとか、スカート長いの履いてらっしゃる方とかは、こういうね、クロップド丈ぐらいのトップすごい着やすいかなと思います。確かに。ぐーちゃんの白の T シャツ、レタス？レタスです。昨日発売だったやつで、そうです。C の5610です。はい。はい。これめちゃくちゃ使いやすいです。ね、いいよね。レイヤードめっちゃいいよな。めちゃくちゃいいです。私ね、今ここ一回折ってみたんですけど、ロンティ。なんかちょっと切り替えめっちゃ可愛い。あ、確かに。ね、めっちゃ可愛い。可愛い。ちょっとポワンとなる感じもすごい可愛い。ほんまや。あ、それいいな。ね。あ、その着方めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いですね。同じ服なんですけど、ね、ちょっと変わりますよね。うん、かわいい。うん、良さそう。はい、ですね、パープルにブラック以外何が合いますか？パープルにブラック以外やったら、でもライトデニムでも全然合うと思いますし、確かに、でもスカート、みーちゃんみたいなナーメイドスカートのブラックも可愛いし、ベージュとかも全然可愛いと思う。ベージュ可愛いな。なんかアイボリーとかも全然いけちゃうんで、まあ、引き締めカラーがいい方はね、やっぱりブラックとかこういうインディゴやったりとか履いてもらったらいいと思うんですけど、結構何でも合うと思います。ブラウンも絶対可愛いと思います。うん、ブラウン秋っぽくなりそう、可愛い。はい、ですね、ぐーちゃんのデニムの品番なんですか？これは店舗デニムで M の3341かな。うん、はい、ありがとうございます。おりさんがお家でも洗濯できるかなって。ですね、こちらは手洗い容器になっております。はい、なのでお洗濯できますが手洗いでお願いします。しほさんがレイヤードするとき、ぐーちゃんの今のインナーの丈より長いとバランス悪いかな、お尻隠れるくらいのインナーとか。ああ、でも全然大丈夫だと思います。USA ちゃうわ、メイドインジャパンのレイヤードとかも良さそう。絶対可愛いと思います。あえて長いのも全然大丈夫だと思います。うん、です。はい。はい、じゃあ、ぐーちゃんちょっとブラック着てくる。あ、そうですね。ブラックを着てきてもらいます。ですね。グーちゃんの iPhone ケース知りたいって書いたばっかりやんな。そうなんですよ、なんかどこのメーカーか分かって。そう、言ってたな。ちょっと後でまた調べてみます。また個人のインスタでも載せてくれるかもしれない。そうですね。
パープルが秋冬にぴったりで本当に素敵な色。そうなんですよ、本当にそうやと思う。なんかでも深みがありすぎないので、あのイエベスプリングさんとか、あのブルベナスさんとかもすごい金色カラーだと思うし、あとね春に着てても可愛い。この色は春も秋もね両方いけちゃうカラーなんですよね。そうです、明るすぎず、そう暗すぎずなので、ボトムス次第で。さっきブラウンも合うって言ってたんですけど、この合わせたらめっちゃ可愛くないですか。え、めっちゃ可愛い、ね、これめっちゃ秋っていう感じ。ボトムスがいいベージュって言ってたら、これも可愛い。これに白バッグとか合わせると結構春コーデになるんですけど、ブーツをブラウンにして、バッグブラウンにしたらこれかなり秋っぽいコーデになると思います。なので本当にこの春も秋も生きる絶妙カラーを言ってくれてるので、このグレイッシュパープルもめちゃくちゃ買いやと思います。あ、生地感近くで見たいです。こんな感じでちょっとワッフルっぽくなってます。編み方に特徴がある感じかな。すごい可愛いです。これめちゃめちゃ可愛い。あ、そう、後ろ開いてるデザインなんですよ、リエさん。こうパカって開いてるもうインナーは必須なんですけど、あの短い丈でまず抜け感があるのにもかかわらず、後ろから見ても抜け感があるので、足長効果も垢抜け感も両方出してくれます。あ、アニーさん、みーちゃんのスカートはぶんちゃんのマーメイドスカートかな。これで可愛い。そうです、マーメイドスカートです。このマーメイドスカートもかなり足長効果あるので、これセットできるのかなりおすすめです、はい、ね、これかわいい。そうですよね、白、後ろかな、ほっくり履いてみます。またグルメさんだと何色がありますか。ちょっと素人目線なんですけど、グルメ夏のいいちゃんを想像するとグレイッシュパープルがかなり似合いそう。確かに着てそうで、この3色でいうとこれかなと思います。ワンピの下に着ても、ワンピの上に着てもいいよね。レタコラもハラちゃんワンピもあるしっていうコメントを見ながらこっちを見たら、今ブイちゃんがレタコラワンピを着てくれてました。すごい意思疎通してた。意思疎通してました。そうですね。持ってる方も多いと思うので、ちょっと楽しみにしててください。ブイちゃんのコーデめちゃめちゃ可愛いです。そう、チラ見せするのすごい可愛いんですよ。A ラインのスカート合いますか。合うと思います。ちょっと今手元にサンプルがなくて申し訳ないんですけど、おっとって嘘ついちゃうわ。3日ぐらい前のエリさんの新作のスカートともめちゃくちゃ相性いいと思います。あ、商品ページよりライブで見た方が可愛い。皆さんありがとうございます。ライブしがいがあります。あ、まな、まんもさんありがとうございます。ですね、あ、今日ワクチン2回目で怖すぎて気分下がってたけど、レタスライブで元気出してる。頑張ってください。私も高熱にうなされましたが大丈夫。真冬のヒートテック着たらいけますか。いけると思うんですけど、なんか中になんか着てる感が、黒に黒やったらいいんですけど、ベージュに黒のヒートテック着ちゃうと、若干この編み目から見えそうな気がするので、同系色選んでいただいた方がいいかなと思います、あとね、後ろがね結構開いてるんですよ、これ。あ、そっか。なのでヒートテック1枚やったら中にヒートテック着てる感が出てしまうかなと思います。これね、ここまでね開いてるんですよ、後ろ実は。そうだね、はい、めっちゃハイウエストのパンツだったらいいけど、そうですね、なので、でもそれでもいいか、こう隠れてるんですけど、一応ね、この下、後ろ姿でいう背骨のところは、背骨のところはやっぱりここ三角ちょっと開いてしまってるので、ヒートデッキよりかはなんかインナーロンティーやったりとか、それこそリブニットとか着てもらった方がいいかなと思います。はい。で、レタコラワンピ着てきました、インナーに。かわいい。ね、こんな感じで見えます、背中が。はい、はい、ちょっとしていきますね。あ、今日全身レタスで出かけてきたよ、ありがとうございます、嬉しいです。はい、あ、めちゃくちゃ足長効果、確かにね、やっぱりこういうショール、すごい短めのショート丈のトップスって足長効果抜群ですよね。今私も画面で思いました。確かにおへそより私はちょっと1、2センチ上ぐらいの丈感なので、まあ、前に下ろすとおへそぐらいかな。なので結構おへそから足がこう長く見える感じがします。はい、あ、前後逆では着れない感じですか。多分ね、前が開いちゃうと思います、やっぱりこの形はバックスタイルが可愛いので結構開いてしまうと思いますので、逆はちょっと難しいかな、と思います。はい、エリさんスカートの合わせみたいです。エリさんスカートがですね、
サンプルがなくてちょっと合わせれないんですけど申し訳ないですが、でも絶対可愛い。うん、うん、はい、うん、中に USA のロンティーのレイヤードは変ですか、もしあれば合わせてみてほしいです。あると思います、ただだいぶゴワッとせえへん、USA 結構厚手だからそうですね、厚手だし USA 自体が結構、ね、ゆとりのあるサイズ感なので、なインナーに着るとちょっとゴワついてしまうし、これねまっすぐストンと押してるんですけど、多分 USA もうちょっと膨らみがあるのでこっからふわっとなってしまうかもしれないです。うん、合わせれないことはないと思いますが、ちょっと気ぶくれしちゃう可能性もありますね。うん、大丈夫ですか、大丈夫、ごめんみーちゃんかけそうになっちゃいましたベージュはブルペでも顔写りへん、きそう、まあどうなんだろう、明るいからまだマシな気はするんで、私もねあのそんなにめちゃくちゃ可愛くないので絶対に合うとは言い切らないですが、まあでも全然イーちゃんとか着てても可愛いと思いますけどね、まあでもイーちゃん何でも似合うからうん、でもブルメさんとかも全然いけるかなと思います。うん、でもねブルメさんはやっぱりあのグレッシュパープルやったりブラックの方が似合う気は個人的にはします。はい、うん、ストレッチマーメイドスカート黒の再販希望です、ありがとうございます、よかったら再販リクエストボタン押してみてくださいはい、検討してくださるかもしれないので、はい、ちょっと下行きますね、あ、何度もすみません、グーちゃんのパンプス知りたいです、これはねすごい履きやすいんですけど、ちょっと調べますね、何だったかな、最近のでも新作なんですよね、なんかでずっと履いてますこれそうずっと履いてる、そう私物なんですよこれ、履いてない日あんまりないかもはい、これは愛の2335です、愛の2335、こんなやつ、これのブラック履いてます、はい、サイズはねちょっと小さめなのでワンサイズ上げてもらってもいいかもしれないです。ぐーちゃんこうやって、あ、いや、あ、こっちこっちやってからの方がいいかも、こうやって、あ、こうか、あ、そうそうそう、か、こっちに入れてから、これをこれをこう入れて、おー、ありがとうはい、あ、ワクチン1回目だっけ、めっちゃ怖いけどラーメン食いで全身レタスで気合い入れていこう、全身レタスで気合い入れてくださいありがとうございます、はい、うーん、後ろの紐は取れますか、自分で結ぶタイプですか、自分で結ぶタイプです、取れます、はい、今はくくってるんですけどこれほどくと結構こんながっつり開くのでこう結んでいただく感じですね、うん、なんかキュッて締めたい方はもうギューって締めてもらったらいいと思いますし、軽くでいい方やったらゆるっと結んでもらったり、ちょっと着方によって変えてもらえるかもしれないです、うん、こんな感じで結びます、はい、です、ありがとうございます、はい、パープルを着てきました、もうかわいい、そう、あのさっきね多分メイドインジャパンのロンティー、うんうん、長めなロンティー合わせれますかって着てたと思うのでちょっと長めなロンティー合わせたんですけど、うん、全然いけます、はい、だったらですね、メイドインジャパンで英語で検索していただくとフィットすると思うんですけど、はい、短めのロンティーもちろん可愛いんですが、うん、お尻隠れるぐらいのロンティーもね、そうですね、そう全然ね着られてる感はないかなと思います、ないですね、うんうん、この長さがまた可愛いんで、うん、はい、おすすめになります、はい、では次行きますか。